33パーミル以上の勾配が 19.2 キロも続き、そのうち 11.6 キロが35パーミル区間という難所の板谷峠。電化により、乗客も乗務員も梅煙から解放され、輸送力が大幅に向上しました。三陸東ダイヤ改正では特急が走り、その補給にも電気機関車が活躍、輸送需要はさらに増えていきます。東海道山陽などの平坦線ではすでに EF60 以降の新性能電気機関車が投入され近代化されていました。しかし、電化の進展に伴い急勾配区間へと電化が伸びたものの、それに対応した機関車がなく、貨物用の EF15 などが客貨両用として流用されていました。一方、国鉄は碓氷峠の粘着運転を計画、専用の機関車の開発を進めており、この技術を活用した、勾配線向け機関車を開発したのです。碓氷峠向けほどの装備は不要なため、勾配対処用の装備のうち、空転防止関係と翼足ブレーキ関係以外は省略、33パーミル程度まで対応できる装備に抑え、全国の主要幹線で利用できる車両としたのです。こうして登場した EF64、平坦線向け新性能電気の機能をさらに改良して、勾配対策が施されました。角軸に電動機を持つ抵抗制御の直流電気車は、空転が起こりやすく、しかも一軸でも空転すると空転は止まりにくく、さらに空転して回転数が上がると、その電動機が直列接続された他の電動機の電流をブロックしてしまい、他の空転していない電動機のトルクはガタ落ちとなってしまうのです。蒸気機関車や1エンジンの液体式ディーゼル機関車では、全動輪が機械的に繋がっているのでこのようなことはありません。まさに直列制御の抵抗制御直流機が持つ泣きどころといったところです。そのため、手動振動の主管制御機が主流だった当時、機関士は電流計と走行音に常に注意を払い、電流の急減や空転音を察知したら即座にノッチを戻し、砂を撒いて再粘着を試みていました。空転を起こさないためにはまず、牽引力の変化を少なくしなければなりません。滑らかに抵抗値を変えるには切り替えスイッチを増やせば良いのですが、100段を超えるような段数を持つようにスイッチを増やすことはできません。そこで、メインのスイッチの各段の間を細分化する専用のスイッチ群を別に設け、全体として細かく切り替えられるようにしました。これはバーニア制御というもので、バーニアとはノギスの複尺のことです。主尺のメモリを細分化して読み取る機構と類似するためこの名が付けられました。もう一つの方法が軸重のばらつきをなくすことです。機関車が牽引するとき、機関車側から見ると連結器を後ろに引っ張るように力が働きます。一方、連結器はレール面から離れた位置にあり、一番後ろの動輪とレールの接地点を軸に機関車全体を回転させようとする力が生じます。機関車の前が浮いた状態となり、後部は沈んだ状態になります。この状態では、前の方にある動輪の軸重が軽くなり、後ろのものは重くなります。台車内でも同じことが起こり、後ろの動輪を軸に前の動輪を持ち上げようとします。台車自体の工夫や車体との接続方法を改良して軸重変化を抑えましたが、十分ではありません。抵抗制御の直流機では全電動機が直列接続で発車しますから、すべての電動機に流れる電流は同じ。つまり回転力は皆同じなのです。一番軽い最前部の動輪が一番空転しやすく、一つでも空転したら先ほど述べた電流のブロックが起こり、もはや加速できません。B、B、B の軸配置の F 型の場合、先頭の動輪に続き、3番目、2番目、5番目、4番目、6番目、という順に軸重が重くなります。軸重に応じて回転力を補正するには、角軸の電動機電流を調整する必要があるのですが、直列制御ですから厄介です。苦肉の策として取られたのが、各電動機にバイパス回路を設け、回路を流れる電流をバイパスして弱め回路制御を行い、電動機の回転力を減らしたのです。先頭の動輪の電動機電流は規定の 80% とされ、先ほどの軸重順に規定電流まで上げることとなりました。起こってしまった空転を止めるのも同じ仕組みが使われました。角軸の回転状態を検知するには回転数を測る必要があります。
当時は車軸に取り付けられた発電機の電圧で計測するのが主流で、電気式速度計の普及で広く使われていました。これと同じものを各軸に取り付け、その発生電圧から空転による回転数の急上昇を検知したのです。電動機の電流値をモニターする管理役方式が後に採用されるようになり、EF64 でもこの方式に移行しました。これによって空転が検知されると、今度は回時ではなく電気子電流をバイパスし、回転力を減らす装置が取り付けられ、空転が抑制され再粘着を可能としたのです。これらの対策は牽引力増加に非常に有効でした。EF16 の粘着有効重量90トンに対し、64では96トンと 6% 弱の増加にもかかわらず、板谷峠での牽引定数は 40% も増加したのです。連続下りでの抑速ブレーキでも安定性、確実性が重視されました。EF16 で回生制動を実現していましたが、直流電荷区間であり、いろいろ面倒な側面がありました。直流回生のため、変電所で交流変換し、元の電力系統へ戻さねばなりません。当時、これを水銀整流器で行っており、給電、回生に応じて切り替える必要があり、手間やトラブルに悩まされたようです。また、直流電荷は 1500V と低電圧大電流であり、架線や起電線での電圧効果が大きく、これらを太くするなどして対応したものの、EF16 10連運転では 500V も電圧効果を招いていました。回生時も深刻で、1500V で給電されるところへ回生電力を送り返すには、変電所までの電圧効果を考慮すると、発電電圧は 2000V を超えないといけない場面が生じていました。これは機関車内の電気系統に負担となっていました。このような中での64への置き換え、40% 近い回生率を達成していたとはいえ、直流での電力回生は諦めることとなったのです。電力回生がなくなり電気代は増えてしまいます。しかし、高粘着を生かした10連牽引列車の減少に加え、10連総括制御で10連牽引列車も乗務員削減が可能となり、トータルでは経費削減になるとされたのです。発電ブレーキの抵抗制御にバーニア制御を取り入れると、ブレーキ力の変化が滑らかになり滑走が起こりにくくなります。薄い峠用では取り入れられましたが、64ではそこまでは不要ということで省略されました。すでに東北本線の交流電荷は福島以北へ伸びており、奥羽本線直通の客車は電気暖房可能となっており、その電源のために MG を搭載、EF16 と組んで活躍していた暖房車は不要となり、牽引重量が減少しました。EF65 とともに、新性能電気機関車の集大成とも言える64、電化が進む山岳路線での活躍は長期にわたり続くこととなります。